田代栄介田代栄介明治18年5月17日は江戸時代から明治時代にかけての教託、明治初期の大原人。秩父事件では昆明党の総理として無血放棄を指揮した。田代雄太郎義行の子として武蔵国秩父軍大宮里はザクマに生まれる。実家はかつてお師範の割役名主を務めたこともある名家であった。農業を営む傍ら、 他者の賃借などについて、仲裁を行ったり、困窮者の手助けを行ったり、放浪者を救ったりするなど弱者に優しく、秩父の軍民からは、非常に信頼されており、慕う者が200人を超えるほどだったという。維新後、新政府の布告協兵に伴う年々度重なる増税、失勢によるデフレスパイラルに続き、国際的絹価格の大下落で、 秩父地方で盛んな養蚕業を営む多くの農民の生活は悪化していた。そんな中、1884年9月、公民党に招聘され総理に推挙される。そして議論の末に無欠放棄を決定し、10月31日に開始。軍律は以下の通りであった。放棄中に国民党メンバーやその同調者は自由自治元年という主年号を用いた。 早くも、翌11月1日には、秩父軍内を制圧して、氷菓子や役所等の書類を破棄した。しかし、当時すでに開設されていた電信により一早く、彼らの放棄とその規模を知った政府は、一部記者をも利用して、警察隊、憲兵隊等を送り込むが苦戦し、最終的には、東京賃代の賃代兵を送り軍社会を抑えた、ため、11月4日に、 秩父公民党指導部は事実上崩壊、鎮圧された。田代は武装した政府軍に追われて11月11日まで山にこもり、11月14日に黒谷村の地人宅に宿泊。しかしその家の下働きの老女に密告され、翌15日未明、就寝していたところを警官隊に踏み込まれて捕獲された。その後取り調べを経て、 1885年2月19日に死刑判決を受ける。同年5月17日、加藤織平、荒井修三郎、高岸前吉、坂本隆作と共に、熊谷監獄にて、公死刑。去年52、ありがとうございます。